はいどうも皆さんこんばんは。今日も領土戦やっていきたいと思います。ごめんどしたんお前。何その声。何か変でしょうか。機械音声やめー。いやなんでそんな声震えてん。いや震えてんのかこれわかんねえな。何にせよどうしたお前。てか前回言ってた留学ってどういうことなんだ。インカおかみクランのインカさん。はいということで私の留学先を発表します。このクランがいなければ私たち007は生まれなかった。モサたち集まる JC サーバー日本人クランインカです。あそれインカさんのロゴだったのか。お借りしましたん。ということで今日から1週間領土線2回分ですね。我々の親クランであるインカさんがどういう領土線をしているのか、私戦場カメラマンとなって撮影することになりました。ってことでお世話になるのでインカさんについて少しだけ。 JC サーバーの日本人クランインカさん、今から強くなろうとしているクランであり、現在はすっごく強い勢力と戦っているところなのだ。なので真っ赤っかなのだ。おっくインカさんが戦っている勢力は世界2位の実力を持つクラン。彼らから城を落とすよう今頑張っているみたいなのだ。ということで頑張ってなのだ。マップ見て震えてる。いい刺激になると思うしまあ頑張れ。前半はカスタムマッチの様子、後半に領土戦があるのだ。前半にカスタムマッチ。交流戦として4シーズンの連盟クランと工場戦を行うことになったのです。それを撮影させていただきました。私はインカさんの雰囲気をつかむために今回お呼ばれした感じですね。俯瞰視点実況になるのでダイジェストで編集させていただきます。では行きましょう。なのだということで交流戦の様子です。赤色のアイコンがインカさん、青色のアイコンが連盟クランさん。インカさんは防衛だ。マップは国論強行。ここは A と B を防衛しないときついマップだと聞いています。なのでやはり前線で守る感じなんだな。アングルどこがいいんだこれ。 A と B が見えるところがいいな。いいところ探してみます。ってことでここから2倍速。俯瞰視点だと2倍速がわかりやすいしな。このマップの城壁はこの2つの場所が壊れます。今こっち側壊れたな。左の方はもう壊れてますね。でこの壁が壊れたとか、どこにどんな兵団がいるとか、すごい報告し合ってます。俯瞰で見ながら聞いてたけど報告多すぎて頭追いつかなかった。完全に経験値の差なんだよな。ちょっとカット。ここから攻撃陣営が入ってきましたね。攻撃陣営防衛陣営しっかり分かれてます。これは絵に本格的に突っ込んできたかな。なんかそんな感じですね。音投石機も降ってきた。意外と直撃しやすいような投石機。私も何回かここで兵団とかしましたね。ていうか B に7名くらいいるのにどうして A 拠点落ちないんだ。本当になんでだ。相手さんは壁上を取ろうとしていますね。それと同時に A 拠点に攻撃。壁上にいる人を抑えて A 拠点取る感じかな。でもしっかり A 拠点守れてますね。 B 拠点から防衛側の増援です。抑えられてた壁上も返した感じだな。S5 ない。赤アイコン増えて青アイコン減ってますね。投石ちょっと入っちゃったけど無事に守れそうではあります。B 拠点の割れ壁から少し入ってきてるけどしっかり防衛してるな。中に入らせてませんね。少しカット。現在2つの箇所から攻撃を仕掛けられています。投石が A 拠点の門に入るぞ。今は体勢を整えている感じですかね。あでもなんかこっち兵団多くなってきた。もしかしてそろそろ入ってくるんじゃ。青アイコンが A 拠点側に増えました。もう一度 A 拠点を攻撃する流れになってますね。防衛側も A 拠点に急行だけど、その通り道に投石機。予測打ちできるのすごいですよね。残り時間3分半。まだここは攻撃側有利なイメージ。あでも待ってください。2方向から馬来とる。馬が攻撃側の中にめちゃ突っ込んだ。後続からさらに馬が2兵団一気に攻撃側陣営になだれ込んで殲滅していきます。相手さんやり兵団がいなかったのかも。ゆっくり攻撃側武将を殲滅して A 拠点の攻撃を返していくぞ。すげえ。でこれが攻撃側最後の突撃。投石機で攻撃したと同時に一気に流れ込んでいくぞ。防衛側はしっかり奥の方に固まってますね。相手さん手前に兵器を置いているみたいです。少し回されてしまったが、そこに牙が右から流れ込む。相手さんも流してきてますね。 B 拠点は全然大丈夫そう。そして牙がまた流れ込むと、兵団差は5分だが倒された武将が攻撃側には多い。最後は制限時間いっぱい守りきって終了。次は攻撃と防衛が入れ替わります。波状杖がつく前に壁を壊そうとしているインカクラマスです。やめなさい。ということで攻撃側となります。攻撃側としては A 拠点を取るのが難しいと聞いています。ですが相手さんを分散させるため B 拠点にも数名が向かっているようです。割れ壁が壊れたな。現在はこんな感じ。 A 拠点をまずは取る感じですね。中に入って右のポケットを確保する感じかな。確保してたら相手さん攻撃してきましたね。でもなんか相手さんの兵団が少ない。A 拠点に走り出した。相手さん逃げちゃってますね。大勢圧速度が速い。というか B 拠点がちょっと回ってるからそっちに連れたのかな。もしかしたらそうかもしれませんね。投石機。これは当たるのかって思ってたら牙にめちゃ当たってる。この予測打ち真似したいですね。無事に A 拠点確保。次は B 拠点に向かっていくみたいだ。拠点の守りがいないので多分相手さん B 捨てましたね。 C 防衛に切り替わると思います。早送りしてると動きがとってもわかりやすいな。一気に右の拠点に詰めてそこから橋を架ける。でこの補給ポイントの制圧。ここ落とさないと C は取りにくいらしいですからね。それと同時に C 拠点にも攻撃して相手を分散。今回の場合は C 拠点を制圧できそうな感じだ。ここ階段下から行くと
といいんですっけ。そんな話はどこかで聞いた記憶がある。ってことで敵武将を殲滅して C 拠点を確保。残りは本拠点一つのみ。残り時間7分で兵力差約200です。もちろん攻撃側優勢。こっちの補給ポイントも取れた感じだな。ってことで本拠に攻撃。いや勢いがすごい。相手3セットアップする前に一気に詰めていったな。騎馬がすごい勢いで本拠を断しちゃってる。朝日さんすごい突っ込むじゃん。騎馬の使い方ってああなのかな。ということで本拠回して勝利です。ってことでカスタムマッチの様子でした。インカさんはほとんどの方がミュート解除でお話しされており、報告連携がとてもすごかったです。報告し合えるとここまで変わるのかと思った次第。いやはや勉強になりました。じゃあ次はメインの領土戦なのだ。ちなみに今後ろで流れてるのは私も参加したカスタムマッチですね。野戦マップという超苦手なところだったのですが、皆さんに引っ張ってもらって楽しませていただきました。ここそう簡単に本拠回せるマップじゃないんだけど。回ってね。回ってますね。とはいえ連盟クランさんもすごいお強かった。突貫して秒殺されたのはいい思い出。前に出過ぎただけでは。そろそろ領土戦に行くのだ。よしやってみましょう。ということでですね、おい戻ってこい。5本、領土戦30分前、皆さんディスコードに集まってブリーフィングを開始。今回攻める予定の場所は関門。その城のマップをみんなで共有して攻め方を理解してきました。 A 門 B 門とかいっぱいあって単語覚えるの大変でしたが、多分今ならなんとかなる。向かう先はここフェンリド。序盤はこの城を落とすことを目標として領土戦を行うぜ。もうすでに手が震えている。勢いで頑張ってほしい。とりあえず待機します。なんか相手さんいっぱい来たな。これ大丈夫なんでしょうか。防衛に入っているだけだから多分大丈夫だと思うんだけど。助けてください。どうしたん。城攻撃の準備をしていると待機していた半数以上が野戦仕掛けられました。あ、半数以上。相手さんはそれだけ戦力に余裕があるみたいです。戦闘を仕掛けられて負けると3分間戦闘に参加できない。まとまった戦力で攻められないように野戦で削ってきたか。あの数の暴力やめてください。さすがにこれでは領土戦にならない。なのですぐに移動を開始した。プルドスタ、アラバク、アカンフェルス、これらを燃やすことで陽動作戦を行った。めっちゃ走り回るわね。お弁当持ってきた方がいいぞ。うわぁ、これ全部野戦してんのか。インカさん毎回こんな感じなの。いや今日が特別なだけだそうです。めちゃ安心したわ。とりあえず真後ろのプルドスタで野戦が行われてる間に私たちはアラバクを攻撃しに向かいます。人数が多いと言っても全てを守りきれるわけではなさそうだしな。陽動を重ねて奇襲で城を落とすぞ。移動距離が長すぎる。やっとここまで来れました。兵器持ってるから移動速度めちゃ遅いんだよな。多分あの後ろ今空き巣なので頑張って取ってみようと思います。敵さん1名、こっちは4名。これだったらなんとかなるか。増援も向かってきていそうだがそれまでに確保したいな。門壊すの面倒なのではしご登って城壁から向かいます。中から門を開けて外に待機している兵団を呼び込みます。なんかめちゃ体力ないけど大丈夫。 NPC の重兵強いんじゃ。とりあえず中央拠点は確保。まだ回しただけだけどな。早く本拠に行きたいところ。っていうかここ盗賊討伐でよく見るお城なんですね。わかりやすくて助かります。まだ城攻めの経験あんまりないもんな。とりあえず皆さんについていきましょう。レフェレンツじゃねえ。かすったら死ぬやつか。以前あれに抜かれましたからね。さあ早く来てくれ中世長槍兵。味方さんガンガン前に進んでるぞ。遅れてるのお前だけ。今行きます。おわー、敵新作来たんだけど。敵さんも次第に集まってきてるな。できれば早く落としたいけどこれはちょっと厳しそうか。奇襲は成功したけど攻め切ることはできなさそうですね。残念ながら集まってきた敵さんに本拠を守られてしまい城を落とすことはできませんでした。次々に入ってくるから本当に相手さんは数が多く、こちらは常に人数振りを強いられました。本当に何人いるんでしょうね。相手さん150人移動してきたよって話をちらっと聞きましたが、それだけいればとても広い領土を守りきることができるようです。領土作戦は成功しましたが、こちらはただでさえ少ない人数を領土に回しましたので人数差で完全に押し切られました。うぐぬぬ、みんなで一緒にどこか攻められないかな。戦闘場所を大きく変更します。先ほどは南側にいましたが、そこから一気に西側に移動。クレメンスでお弁当を補給して一気に突っ走っていきます。なお移動速度上昇のため兵器は捨てました。もったいねえ。前線突っ走ってた皆さん何の躊躇もなく捨てるんだもん。すごすぎる。ってことで身軽になった皆さんで可能な限りの速度でハンス城に向かいます。近くに補給できる場所あるし、なんかやっと領土戦らしいことができそう。でも多分相手さんもこっち来るだろうなぁ。で現在の戦場です。赤すぎない。真っ赤っかですね。まあそれは置いといて反乱軍の基地に到着です。現在はすでにインカの皆さんがハンス城を攻めているので、ここで補給を終わらせたら火星に向かいます。ということで俯瞰視点の様子だぜ。空き巣を狙った感じだが相手さんもどんどん入ってきてるな。現在は中央拠点を回して本拠に向かっているところです。味方さんの2人が敵方補給ポイントを阻害。このマップは本拠への入り口が2つあり、双方から突撃している感じです。以前 007 がインカさんにもらったクチャバ城と同じマップだな。あーそこですか。じゃあ防衛の方法も知ってるので守りにはなんとか貢献できるかも。兵器は持ってきてるのか。おい、私英雄の城からクレメンス城に本拠地を移動したんですよ。うん、移転すると3日間その場所から移転できないんですよね。お、お、移
転可能残り時間が24時間だったっていう話していいですか。兵器持ってきてないんだな。はい。はいじゃないが。まあ、無事にお城確保完了。今度はここを守っていきますぞ。ってことで敵さん攻めてきました。だが相手さん少数だった。とはいえこれからどんどん押し込んできたんだよな。あ、集まってきた感じなんですね。うんそんな感じだった。多分向こうも戦いが一段落ついてこっちに来たんじゃないかな。結構目まぐるしく戦況が変わるんですよね。結果として第一防衛は成功。こっちに来てからインカさんは城攻めばかりだったそうで防衛ができて一安心。でも次は確実に敵対クランが攻め込んでくるはず。さあ守り切ることができるのか。現在の戦況は私たちが守るハンス城が攻め込まれ、そして連盟クランが援軍として駆けつけているところだ。青い丸が仲間のアイコンですね。まだ散らばってるけど時間が経つにつれて防衛は楽になるはず。それまで耐えしのぎたいところ。というわけで参戦です。以前守ったことがある城なのでとりあえず防衛方法は知っています。来ないけどな。本当にすいませんでした。でも取りに帰ると7分くらいかかるの片道で。でベネチアがいなさそうなので新作持ってきましたよん。ミニマップでわかるが我壁側に集中してるな。壁上を取ってくるかもしれん。その辺は指揮官の指示に従います。中央拠点がやばい。壁上から降りてきた感じか。そうみたいですねって。我壁の馬対策私しかいない。ここは自分だけで突っ込みます。いや牙にめっちゃ持ってかれるじゃん。乗ってた馬が秒で死んだ。とにかく中に入らなければ。今銃鎧の人が耐えてくれてるからそれに合わせたいな。あでも味方さんの兵団に味方デッサモロに食らってますね。ていうかこれなら私の兵団持ってくるべきでしたね。あちょ待ってマジでやばいです。めっちゃ兵団集まってきちゃった。これは本拠防衛に切り替えだ。了解です。敵の勢いがすごすぎる。帰ってきた頃には本拠回りそうになってるな。いやでも味方さん耐えてるので多分今回は回りきりません。あでも壁上取られちゃってる。壁上にテッサやら置かれると一気に不利になってしまうからな。できれば設置されたら壊しに行きたいところだが、どんどん流れてきているのでちょっと厳しそうですね。いや馬多すぎだろうがよ。お前白山持ってるなら壁上に行けばよかったんじゃ。編集してて気づきました。中世長槍併合。なんか向こうからも新作突っ込んできてますけど。であれば推進です。後続で馬が来てくれたのでいい感じで引いてくれます。よっせぬ連携って多いよな。おっと味方さんも推進使ってくれてました。今本拠にいるのは少数になっているはずです。おお、なんとか変えてた感じか。あでも向こうから兵団来てますね。大馬さんいらっしゃい。やめてー。ここは馬止めで耐えるしかねー。無駄につけてる馬止め軍根ここで発揮してくれ。なんでつけてるん。ベネチアがいないからです。はい。二度目の襲撃は耐えられません。兵団取ってきます。さっきからバカすかと。そこの鉄柵を足に行きます。でも結構兵団の守り方そうだが。家にチェリと白山ですね。歩兵最強格やめてください。もう短期で突っ込むしかねー。馬に乗って飛んで兵団回避して城壁に乗ります。めちゃギリギリだったな。ボルワクの下馬攻撃を食らえ。よっしゃ兵器壊しました。あとはお願いします。ということで今回の領土戦はここまで。結果としてお城は落とされちゃいました。でも世界クラスのクランにここまで守れたのだからいいのではと私は思っております。頑張った。さてさて次は土曜日の領土戦。このまま続けていきましょい。というわけで土曜日の領土戦です。私がインカさんと一緒に領土戦をするのは一応今回で区切りとなります。金銭上での本格的な城争奪戦。戦火の吹き飛び具合がえぐい。だ、誰だったかな。本当に戦火がゼロになった人がいました。兵装の修繕が凄まじいんだよな。金兵団、特に馬はもっとすごい。だが私は満を持して金兵団の鎖矢を持っていく。大丈夫なん。戦火400万あるので余裕です。なんでそんなに持ってんねん。鉄火の契約と決戦戦場回してれば、ね、意外とすぐになくなるけどな。そうなんですよね。そんじゃまやっていきましょい。今回は少し思考を変えて、パーティーで当て合いをする練習をやってみるとのことだ。うん、どういうことですか？連盟クランが持っている関門、ここで今回野戦支援を行うんだが、一つのパーティーで連携を取りつつ当てに行こう、という今回の目標のもと、領土戦を行う予定だ。とつまり野戦を仕掛ける相手に対して、敵兵団と自兵団の相性を見て役割を即座に立てて攻撃すると？まあ多分そんな感じ、で合ってるかな？連携の練習だと思ってくれればいいと思う。で、ここが野戦支援の現場ですか？まあどんどん野戦を仕掛けて城防衛組を手助けするついでに、私たちも連携を取りながら攻撃してみるって感じだな。これが城防衛、城攻めでも使えるはずだし。なるほど、やってみましょう。ということで領土戦が開始されました。前線基地も立てているのか。そうみたいですね。ってことで私の所属するパーティーですが、ついつい潜水さんを隊長とし、黒白カラスさん、ソウリュウさん、ニジャラスさん、そして新内となっています。今回はこの5名で連携していきますよ。ってことで突撃。白黒カラスさんは一人だけ敵さんに絡まれて置いてかれました。そんなことあるんかい。相手さんの兵団はユサール、牙のど付き合いであれば鎖矢の方に軍配が上がりやすい。それでは行ってらっしゃい。
お、あんまりダメージ受けてないな。味方さんにも鎖開いたので今回の当て合いは完璧でした。では武将を倒したので本拠を確保させていただきます。これを続けていきたいな。どんどん行きますよ。やばい、敵さんめっちゃ低く使ってくる。見え隠れしてどう移動するかわかりにくいな。なるほど、ここはこうやって戦うのがいいのかもですね。なかなか攻められませんから。いややばいですね、敵さんどんどん入ってきて結構やられてしまった。敵さんの当て方っていうか連携が綺麗だったな。ここでは残念ながら敗北しました。次だ次。ふはははは、馬で新作にはかなわないだろう。めちゃいいダメージ出してます。まあ騎馬兵特化の兵団だしな。てなんか奥から突っ込んできてね。あ、本当ですね。でも大丈夫、なぜなら私が使っている兵団は騎馬兵キラーの新作ですから。おい、待て、痛すぎるだろうが。え、何ユサールってこんなに痛いの。軍魂の違いもあると思うけど武将介入あったぞ。あ、体勢を崩されたのか。いやーこれは厳しいですね。ほべ、やはり信用できるのは忠誠。忠誠長槍兵の推進は全てを解決する。本当にほとんど解決できるから困る。よし、この戦いは解消。次行きます。王飛車バッチ行為。でも足遅いから突撃で急行してください。唯一の欠点だよな。やら、突撃やめちゃった。おう、忠誠の推進を誘発させたか。ふぐぬぬ、騙されました。でも一人だったのでなんとかなりました。数名入ってきているみたいだが。あ、新作が出待ちしてくれるので大丈夫です。かわいそうすぎる。ああ、私はおこぼれを拾います。やめたげて。待って、なんかいっぱい入ってきた。おわわ、これは大丈夫そうか。どうでしょう、補給に行く余裕はないので消耗戦です。ダメでした。相手三城攻めてるのに野戦支援の阻害できる数がいるんだよな。助けてください。え、何？何が起きてん？いや、マジで何が起きてんの？なんで二人に付きまとわれてんの？わかんないです。関門が落とされて防衛場所がなくなったので、今度は攻め側に転じるため移動を開始したのですが、その道中ストーカーに遭遇しました。これ野戦クールタイム明けたら襲ってくるとかないよね？もしかしたら視聴者様かもしれない。お相手海外の方ですが、希望が消えた。いや、あの動画的には美味しい。でもなんで追いかけてくるか教えて。めちゃ怖いね。まあんな、さっきからずっとこの調子だな。まあ多分移動先を調べてるんだと思うけど。相手さん全部馬編成だから絶対逃げ切れないんだよな。それからも彼は私を追従し続け、くるくる回りながら同行してくださいました。その時間驚異の3分、食料を調達するまで追従が続きましたとさ。でも野戦は仕掛けられなかった。マジでめちゃ怖かったわ。愉快な人も敵さんにいるんだな。それでは城攻めです。前線基地を作って櫓、投石機を準備。今回は全員が安全地帯にいるので一気に城の中に入ることができます。野戦地獄にはならないんだな。そのはずです。どこまでできるかわかりませんが、テレサさん指揮官のもと、奥に見えている城を攻めてみます。頑張ってこい。両者やったります。こっちも15で向こうも15。まずは城壁上を取るためにはしごをかけて一気に登ってみます。ここは割れ壁があるそうで数名はそっちを壊しに向かっている。お前は城壁上を担当してもらうぞ。登れるかな。奥めっちゃ待機してる。兵器も置いているみたいだな。はしごを蹴るときは投石を恐れず兵団と一緒に来ないとですから。相手さんしっかり待機しています。だけど新作だから白山で勝てるかも。はしごを登るとカッコ撃破されるからどうなるかわからんだな。よいしょっと登りました。ここにいる新作を少しでも削っておくと。じゃあ武将飛んでった。敵武将が随分集まってきたな。奥の方にはマスケットもいるぞ。いや、敵の新作ダメージ高すぎない？めちゃ瀕死なんだけども。いやーこれはきつい。白山もスキル使う前にめちゃ削れちゃったしな。城壁上の戦いはめっちゃ過激だな。攻め側が有利のはずなのに。あ、これは終わった。次の方お願いします。ってことで2度目の戦場。今度はマップ左側から入ります。お、こっちの櫓はついたのか。なのでこっちからどんどん入っていきます。さっきのところをまっすぐ行くと敵呼吸の裏に降りられます。ってことで裏側から攻撃開始。あ、でも私の兵団足が遅いのよ。なんか燃えてね。ガセルスナファキンエイダー？火炎放射器を使ってくる兵団です。コーファ。でもどうやら味方みたいですね。彼らが燃やしやすいように前線で敵兵団を押さえつけます。おっと、相手さんも馬で飛び越えてきたな。中を狙うつもりだな。あ、待って、守る前に私が死んじゃいそう。あ、ツーダーは諦めるまでの時間が短すぎる。回復阻害されちゃったのでね。私の白山適当に頑張って。わー、めっちゃ出てきてんじゃねえか。に、人数振りで敵さんに一気に押し込まれました。出てくるタイミングが完全にこちらを崩せるタイミングなんだよな。今回は残念。だがまだ時間あるのでもう一回。お隣のお城を攻撃します。現在は櫓運びを任されたので忠誠長槍兵で運搬中です。大幅にカットしたが前線メンバーが城壁上を確保。優勢稼働枯れて櫓に3台が消滅しました。1回の射撃で櫓の体力4分の1持ってかれるってマジ？え、月1回もあったもんだな。ってことで中央に突撃しますよ。補給地点の方に結構人数を割いてるからいけるかも。もうここまで来たら勢いよ。うわぁ、炎が長いマスね。でも関係ねえ。右の割れ壁から味方さん入ってきてくれてる。農園が到着したぞ。めっちゃ心強いですね。NPC の敵が多いみたいですね、これ。忠誠は大体そのはず。お、中央回せてるぞ。え、マジですか？いや、でも武将介入で阻止されちゃいました。まだ兵団もいるし、なんとかなる。右割れ壁側から敵兵団の接近報告が上がりました。うぐぬぬ、こんな時に。大兄武将に兵団ですね、あれは。私が抑えようと試みますが、新作の突撃スキルも使ったんじゃ。いやー、潜水の武将介入痛すぎるんじゃ。あっ、後ろから騎馬兵団です。いや、それは無理です。敵の増援が思ったより早かったな。
今回も人数不利で押し込まれました。そういえば今回全然布告していないので俯瞰視点できてません。それで指揮するテレサさんと YG さんすげーです。今回も攻めきれませんでしたが1回押し込めた。では次が最後の白攻めとなりますぜ。正面からはしご登ります。敵兵団集まってんな。これをなんとかしつつ木を破壊するのが目標です。白山突っ込んできたけど大丈夫？あ、やべえ、落ちちゃった。おいおい、いやもういいわ。兵団も今階段上がってスキル使えないし取りに帰れないので補給ポイント阻害してできる限り引きつけます。おらこいやー、急に柄が悪い。これで前線に向かう兵団が少しでも減ればいいんですけど。あれ、でも意外と誰も来ないな。おーい、アサシンどっから湧き上がった。あ、しまった、もうちょい馬に乗っておけばよかったけど、まあいいか。今チョーク食らってなかった？なんか解除されましたね。まあ瀕死なのは変わんないですけどね。武将と兵団もう一個追加です。無理っす、ありがとうございました。ムムッパ行ってきたら本拠が何者かに踏まれている。これは早急に対処しなければ。一人対応に当たってくれているな。なんだあのマスケット、めちゃぴょんぴょんしとるけど。まあ捕まえに行きますかね。銃鎧の武器ですから捕まえられればすぐですけども。なんか動きすごくないか。そうですか。まあ、さっさと倒しちゃいましょう。うわ、ここ意外と動きにくいな。この土のうみたいなやつにめっちゃ引っかかります。いや、めっちゃ引っかかるな。おい待て、マスケット逃げるな。あーっ、私の必殺技が回避されてしまった。何かこれ嫌な予感がするんだけど。あー、おい、てめえなんてもん投げつけやがる。いや待って、やっぱやばいってそいつ。なんだその動き、普通のキャラコンじゃねえ。何者なんだ。ちょっと待って、本当に追いつけないんだけど。待って、接近戦じゃ無理だよ。こいつ銃持ったままパルクールすんな。お前どんな兵団でも手が届かない。こいつこの危険を完全に理解してやがる。やばすぎんだろ。何者だあのマスケット。遊ばれてたら前線がやばいことになってた。なんかすごいもんにさせてもらったな。まあ見ての通り今回も攻めきれなかったのですが。あのマスケットまだいんのかい。完全に彼に振り回されていましたね。ではこれで領土戦は終了。そしてインカさんともしばらくお別れになります。では締めましょう。ということでお疲れ様でした。結果として城は落とせなかったけど、戦っていたのは本当に強いクラン。彼らと戦うっていう選択をしているインカさんはそこから強いんだろうなと思った次第です。実際一緒にやってみて分かったんですけど、俺が戦況を変えるって感じが伝わってきた気がします。そして報告の頻度が非常に高く聞いているだけでも戦況が把握できました。報告って指揮官にとってすごく重要なものだからな。それが今回身に染みて分かった気がするぜ。ということでインカさんとのコラボ動画はこれで終了となります。またどこかでご一緒できればいいですね。学ぶことがたくさんありましたから。インカさんはこれから混迷の地に戻ることになります。なのでまた一緒に戦えるのだ。おう、そうなのか。じゃあ彼らの動きもできる限り把握しておきたいな。頑張ります。007はこの1週間どうだったのかしらね。話を聞いていないのでよく把握してはいないのですが、マップで見る限り大きく領土を広げていましたよ。こんな感じ。緑色の領地が確保していた時なのだ。おお、すごいな。だけど敵も増えてました。赤いのがそうなのね。これだけ敵がいれば安さだ葬式も困るまい。ということで今回はそろそろお開き。うつ主は最後にインカの皆様と工場戦で遊んだのだ。めちゃ楽しかったです。それではインカの皆さん1週間お世話になりました。また機会があればよろしくお願いします。お疲れ様でした。そしてご視聴ありがとうございました。